はい、こんにちは、坂井ギタースクールです。今週の基礎練、今週の基礎練はちょっとね、スラーを鍛えていきましょう。スラーを鍛える、スラーってね、上高スラーは叩いて音を出す、下高スラーは弾いて、この押さえてる指で弾く、叩く、弾く、これがまあギターのね、スラーの奏法ですけど、とりあえず今週は叩く、でよく叩いて弾いてみたいな、こういう連続のね、トリルとか、まあ、スラーでもね、こういうのが出てくるんですけど、結構ね、弾く方になんかもう頑張りすぎちゃって、結構ビグジャーってなる人いるんですけどね、結構ね、弾くっていうよりも綺麗に叩けてるかどうか、これ結構大事なんですよね。叩けてるとあとは軽く抜くだけみたいな、そのぐらいで綺麗に出るんだけど、叩く方よりもなんかこう、でも弾く方にすごい頑張っちゃうみたいなね、人まあまあいます。で、まあとりあえず今週は叩く、ここに意識を向けて練習していきましょう。1弦の5フレット、まあまずはね、シンプルなスラをどんどんやっていきましょう。1弦の5フレットに1の指をセッティングで、この1の指は基本離さないようにしましょう。で、2の指を6フレットで叩く。で、たまにね、こう叩いてスラー出そうとする、このスラーで、スラーの時に1の指なんか離しちゃう人いるんですね。叩き終わってから離す分にはいいんだけど、なんかこう入れ替えようとして、やっちゃう人います。これはね、うまいこと音出なくなっちゃうんで、人差し指で押さえたこの音が残ってる状態で叩くこと、これが大事です。で、まあメトロノーム使ってもいいんですけど、使わなくてもいい、まあこの練習に関してはですけど、メトロノーム100、で、まあこのぐらいだとね、そんなに速くないんで、これで倍速練習をしてみる。で、これは結構ね、この右と左のタイミング、その辺もいい練習になったりするんで、IMIM 交互に使っていったりしましょう。 I だけで IM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 、これもね、いい練習です。もう、自分の限界の速さで頑張るぞ。でも体力がなくなってきたぐらいまでこうちょっとやってみるとかね。これも左右のタイミングを意識しながらスピードアップをしていったりする。で、1212、
1313、今度7フレットを3の指で叩いて1313、もう4回5回やって終わりじゃなくて、よしよし終わりじゃなくて、もうなんかしばらくねキープしていっていいと思います。キープした方がいいかなと思います。で1、4、8フレット4の指で叩く。2、3、6フレットと7フレット、2、4、6フレットと8フレット、3、4、7フレットと8フレット、1、2、1、3、1、4、2、3、2、4、3、4、でまあこれを組み合わせてもいいけど、そんな複雑化しなくてもいいね。メトロノームに合わせて、この時1の指はついててもいいです、離れててもいいです、どっちでも OK。 だけど変にグーッと力ね入りすぎないように注意しましょう。で、叩き慣れるように、最初うまく8フレット叩けないとかね、小指とかだと特になんかあれ2弦の方行っちゃったかなとかあるんですけど、こう叩き、この動きに、そもそも指の動きね、この動きに慣れてない状態だとコントロール悪いですから、だから、しっかりとねたくさん動かす。で動かし慣れてくると目指したところに指が行きやすくなります。3、4、3、4、こんな感じ。これね多分それぞれ30秒ずつやるだけでも結構きますねこれね。で結構シンプルな動きなんだけど、まあ、こればっかり何十分もやってったらちょっとどうかなって思います。そんなにね長時間やるようなもんでもないんだけど、変にね力入っちゃう人も多いんで、こういうスラー系の動きになると、だから無駄な力は抜いて指の運動としてねしっかり考えておきたいんですけど、でも結構30秒ずつやったらすごいきますね。ぜひ取り組んでみましょう。